ングは一つのポイントを意識するだけでいいトーマススイングになるということですね。その意識するその一つ、皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回はですね、ドアスイングは悪いと言われてますけど、悪いドアスイングをいいドアスイングに変えるための一つのポイントっていうところをね、お伝えしていきたいと思います。それではやっていきましょう。ドアスイングってやっぱ昔から直さなきゃいけないものと思ってると思うんですけど、バッティングを見ていく中でドアスイングは一つのポイントを意識するだけでいいドアスイングになるということですね。一般的にドアスイングというのはドアをね、ガーッと開けるようなスイングのことをドアスイングと言って、バットが遠回りするんですね。それがドアスイングというんですけど、このドアスイングになっている人たちの特徴というのは2つあると思います。1つが体の開きによってバットが遅れて出てくるので、自然的にドアスイングになってしまっている人が1つ、もう1つはトップを作った時に腕が伸びすぎて伸びたまま手を出してくるのでドアスイングになってしまっている。なのでこの2つが僕の中では主だと思うんですけど、でもこのドアスイングを直すのってやっぱり肘を畳んでとか腕を畳んで最短距離でバットを出しましょうとか、いろんなことで直すっていうことをね、今までやってきてると思うんですけど、今回はその1つのポイントを抑えるだけで、このドアスイングだけども、それはドアスイングじゃないですね、いいドアスイングっていう言い方なんですけど、同じスイングでもドアスイングとは言えませんよというところをね、伝えしているということですね。ドアスイングそのまま生かすということです。その意識するその一つのポイントっていうのは下半身ですね。ドアスイングなんでバット持ってる腕とか上半身にこう目が行きがちなんですけど、一つのポイントとして僕が今回挙げるのは下半身のやっぱ前足のこの股関節、ブレーキがかかる場所っていうところなんですけど、ここが一つのポイントです。で、それなぜかというと、ドアスイングってそもそも自分の体の正面ですね、おへそが向かっているところをぐーっと遠くに振ってしまうことがドアスイング。だからこのドアがあるということは、別にこの辺の向きのこのドアもあるわけですよね。だからこのドアで同じスイングすれば、要はベースの前を力強く振れるスイングになるんじゃないかということですね。前足にしっかりブレーキがかかれば、体はこれ以上グッといかないので、この時にドアを使う、ドアのスイングを使うということで、要はベースの前を大きく振れることによって、力はね、確かに当たったらそれだけのスイングをしているということで飛ぶので、それを活かすっていうことなんですよね。例えばですけど、悪い例のドアスイングが、例えばこのドアスイングとこのドアスイングですね。で、僕が言ってるドアスイングはここのブレーキ意識することによって、ここで、まあ、手が伸びてもいいですよね、ここでドアスイングをするということですね。このブレーキによって体がファースト方向かセカンド方向で終わっている状態になる、グッとなるので、そこから同じドアスイングをすればベースの前を大きく振れるようになるということですね。だからスイング自体はドアスイング、同じスイングやけども、一つのポイントを意識するだけで前が大きく振れる力強いスイングになるということですね。ドアスイングを直すことの方が時間かけてしまいがち、それを直すことに時間をかけすぎて、レベルアップする期間の時に修正の期間にしてしまうと、やっぱ伸びる率が下がってしまうので、逆に生かすということで、バットの軌道とかその腕の使い方っていうよりは、下半身でこれを生かして逆にいいスイングに変えていくということですね。それではですね、ティーバッティングやっていくんですけど、まずね、悪いと言われているドアスイングをやっていきます。まず一つ目が体が開いてバットが遅れることで起こるドアスイングですね。そうですね、こういう感じですね。このスイングっていうのは結構多いと思うんですけど、体の後ろに持ってるバットを出すために体が先に回転してしまって、バットが遅れることによって遠心力がかかって遠くになってしまう。で、これが一つで、もう一つがトップを作りすぎた場合ですね。伸びすぎて伸びたまま出てきてしまう、伸びたまま出てきてしまう、はい、まあ、これも多いかと思いますね。これはね、やっぱり試合で言えば結構詰まりやすいとか、バットがしならないので棒、ただの棒みたいになってしまうんです、ね、になってしまうっていうことは、スピードがねかからない
ですね。でも股関節を意識することでからのドアスイング、もう実際に結果として1回やってみます。はい、こんな感じですね。僕の中では目いっぱいバットも引いてるし、ただここの振りに行く時のここのブレーキだけ意識して、あとは同じようにドアスイングしてます。これだけでもブレーキがかかることによって体の開きはまず抑えられます。ブレーキがかかることによって上半身がスーッと動くようになりますね。動いたこの位置でドアスイングの大きなスイングができれば、それなりにね、力強いスイングに変わってるはずなんで、ブレーキがかかってるってことはスイングスピードも上がりますし、それだけの振り幅が出てくるので、それこそアウトコース、真ん中、インコースのボールを全部このパッド1本で拾えるようになる。逆にポイントさえ押さえればドアスイングはすごい武器になるということですね。でその練習をとして、ここのブレーキの練習をしてほしいということですね。今からやるスイングというのは片足スイングですね。踏み込んだ時にブレーキをかけてほしい。これで同じようにドアスイングしてみるということですね。実際やってみます。はい、ドアスイングの特徴は遠心力が、ね、遠くに振れるっていうことなんで、その遠くに振れる場所をここじゃなくてここに変えることで、トップからヘッドスピードが上がってきて、ホームベースを通過するときは一番強く振れるときになってくるんで、それでバッティングをしていくということですね。だからスイング自体はこう肘を畳んだり腕を畳んだりとか最短距離で振るとか、そのことは一切考えてなくて、同じスイングでただここだけブレーキをかけてやりましょうということで今のスイングになっています。じゃあ最後にですね、ここのフォームで同じようにブレーキを意識して、あとはドアスイングをやっていきます。ここでドッ、あ、いいね。ここでドッ、今ね、ティーバッティングをしたんですけど、まあ、悪いと言われている、ね、こうドアスイング、軌道も実際ね、振り方とかも何も変えてないんですけど、ただこのね、下半身のこう、股関節の一つのポイントを意識するだけで、直さなきゃいけないと言われているスイングは全て解消されているということになります。なので、それを直す方法で腕のとことか、最短距離でとかっていう考え方をするんであれば、そうじゃなくて、ここのポイントさえ押さえて、同じスイングしたら、いいスイングになるというところで、この動画が良かったと思った方は、グッドボタン。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは失礼します。まあ、悪いと言われている、ね、こうドアスイング、軌道も実際ね、振り方とかも何も変えてないんですけど、ただこのね、下半身のこうこの部分の一つのポイントを意識するだけで、直さなきゃいけないと言われているスイングは全て解消されているということになります。なので